はい、こんにちは、ぼっちです。いつもこのぼっちチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。はい、現在時刻は3時45分8分になりました。はい、ぼっちは、西広島バイパスを降りて、これから山陽自動車道廿日市インターチェンジをゲートにします。はい、3時49分ゲートイン。はい、4時前にゲートインすることができました。これによって、西方向の高速道路の利用、長距離の利用が確定しました。実は今日はですね、まだ、行く先はね、実は定かには決めてないんですけれども、まあちょっと西の方でね、行ってみようかということでね、一応後ろの方はですね、フル装備で、テントもね、一式積み込んだ状態で出発をしています。もうどこまででも行けますよという格好ですけれども、ここで夢を見よう、明日のことは忘れてさ、近い未来越えて行こう、二人の影が沈むオレンジに、なぜか泣きそうになるけど、混ざる黄昏が今。でも行けますよという格好ではあるんですけれどもですね、まあ、どこまで行くのかはね、ちょっとね、今のところまだ決まっていません。はい、西の方向ですから、岩国北九州方面の方向へ進みます。なんか忘れもしてないやろな。はい、こっちの今日のいでたちはね、バイクはフル装備スリーパニアプラスのですね、テント一式ですね、シートタンデムシートの上に、テント一式を積み込んだ状態のフル装備です。で、車重はフル積載の 330kg、体重も一応キープしてますんでね、 330kg ということでよろしいかと思います。そしてですね、服装ですけれども、服装はね、冬のライダーズジャケットを着ています。それから手袋もですね、冬の、手袋をして、革手袋ですね、グローブをして、中にね、着込んでいるものはね、秋の装いというか、まあ、長袖の綿シャツと肌着1枚ですから、綿シャツ肌着1枚に、上にですね、冬物のライダーズジャケットを羽織っているという感じ。下はね、ジーパン1枚なんでね、ちょっと寒いですね。まあ、おそらくね、これ西の方行ってもね、山の上でもし寝泊まりしたらね、結構寒いんじゃないかなと思います。まあ正解ですね。今日ですね、テント一式の中の寝袋ですけれども、寝袋はね、冬用の寝袋を持ってきています。確か快適温度ね、2度ぐらい、まあそれぐらいのね、のですから、多分まあ山あいで下がったらですね、まあ、氷点下になることはないと思うんですけどね、それこそ、10度を切ったような温度っていうのはね、ちょっと想定されますんでね。で、一応着替えの中にはね、ダウンもね、1枚余分にね、持っています。もしどうしても寒かったらダウンを運んでね、そして寝袋にくるまるというふうな形ですね。これで多分夜は大丈夫だと思います。もう泊まる気満々ですね。いや、まあわかんないですけどね、天候とね、コンディションによってはね、日帰りするかもしれません。あるかもしれません。現在時刻は4時44分になりました。墓地は現在、下松のサービスエリアで、小休止をしたところです。とりあえずですね、ナビゲーションの方はですね、アジム、大分県のね、アジムをね、一応目的地にね、ちょっと入れてみました。試しにね、ちなみに3時間4分だそうです。距離は200キロ以上ありますね。そうしましたら、小休止を終えて、本線に復帰したいと思います。ちょっとね、手先がね、右手が、アクセル側が痺れてきてね、たまらなくなったんで、小休止しました。気温はかなり下がってるかと思います。多分、10度前後。ぐらいは下がってると思いますね。はい、ご覧の通り15円のね、お月さんが
くっきりはっきりとね行く手をね照らしてくれてますね。はい、現在時刻は5時32分になりました。墓地は現在、水戸町のサービスエリアに入ってきました。はい、トラックが多いですね、相変わらずね。墓地は、先ほど水戸のサービスエリアで、小休止をしまして、リスタートを切りました。寒いですねいやー寒い、特にあの下半身が寒いです。まあ上半身はね、冬用のジャケットをね着てきたんで大丈夫なんですが、いやーこんなに寒いとは思わなかった。あれ寒いで、寒いよガタガタガタ。はい、少しね空が白んできましたね。まあ夜明けがねだいぶ遅くなってますんでね、まだ5時台ではね暗いですね。はい、相棒 V ストローム250はね絶好調ですね。やっぱりこう車重が重たいんでね、まあ高速道路なんか走っててもねそのバンバン加速はできませんけれども、非常に安定してね、90キロぐらいでね、淡々とレグを稼いでいっていますね。雨スリップ注意やめて、天気予報は雨じゃなかったよね。雨はなかったですよね。雨はないよな、なんもなんでもやめてよ。ご覧の通りねちょっとねところどころに雨雲があるみたいでね、いやですねこれね、この下入るとね多分ざっと雨が来る可能性があるんで、ちょうどねまあ雲の下を抜けてはくれてますけれどもね、間をね抜けてくれてますけど、ちょっと気になる天候ですね。はい、関門海峡を渡ります。はい、こんにちは九州さよなら本州はい、関門橋を渡りました。九州に入りました。広島を出てからの走行距離が194キロです。約200キロといったところですかね。北九州までね200、時間は、3時40分ぐらいに出ましたんでね、2時間半ですか、2時間半で、北九州市まで到達しました。はい、現在時刻は6時57分になりました。7時前3分といったところです。墓地は今、東九州自動車道の方へ入りました。九州自動車道から東九州自動車道に入りました。初めて走る区間になりますね。結構ねやっぱり朝の時間帯になってきましたからね、交通量がね多いですね。ラッシュですね、朝の通勤ラッシュの時間帯という感じですね。はい、現在時刻は7時44分になりました。墓地は現在東九州自動車道、中津インターのところを進行中です。さあしかし高速道路かなり走ってきましたけど、これ一体いくらかかってんのやろね。帰りはねできるだけ下道で帰らないかですね。ちょっと使いすぎたな。あ、すごい前に湯布岳、鶴見岳かな、湯布岳でしょうね。あれ見えますね。あ、すごいな。あ、鶴見岳かな、右が湯布岳、上が雲の中入ってますね。あ、ジム2キロ、はい、2キロでおりますよ。さてと、クスの方行かなかんですね。この辺の道が全く初めてなんで分かりません。はい、おいくらでしょうかね。恐怖ですね恐怖ですよ、恐怖。一体いくらなんやろ。さあ、おお、3970円ですか。
広島を出てからの走行距離が約300キロになってきましたね、はい、まあ、下道に入ればね、燃費はね良くなってくると思うんですが、ここまでの燃費がどれぐらいなのかちょっと見てみましょうかね。 31.8 悪いな、 31.8 か、510キロしか走れないという計算ですね。まあ、大体ね、下道多く走ればね、35キロぐらいまでは伸びるはずなんですよね。前回四国行った時はね、ちょうど終わってみたら35キロというところでしたね、はい、なんか渓谷に入ってきましたね。なんか山がね、すごいなんかダイナミックな山が見えてきましたよ。気温が出てますね、はい、気温が14度と出てます。嫌なやつ、この滑り止めのね、この味噌切りがね、嫌ですね。ワクワクですね。はい、クス町に入りました。天空の道、やっほー、すごい天空の道です。天空の道、はい、もうしばらくここなんかダム湖があるみたいですね。おー、すごい、すごいすごいすごい、なんか天気がもう一つですね、天気のはずなんやけどな、おかしいな、天気予報では良かったのにな。はい、はい、湖に出てきました。結構ね、あのこういうところの川の旗のね、断崖がね、結構綺麗ですね、岩のね、岩肌がね、耶馬渓といい、この辺りといいね、全部やっぱ同じような作られ方というかね、浸食のされ方で医療がね露出してるんでしょうね。なんかね、ぼっちがね最近こうロングツーリング行ったらね、あんまり天気が良ないんですよね。なんでかな、行いが悪いのかな、やっぱり天はなかなか味方してくれませんね。もういつもの修行の繰り返しですね南行苦行修験道いう感じですねおお、すごい、なんか溶岩大地ですねこれね。なるほど、これ溶岩大地があって、であれが削れて溶岩大地がまあ浸食されてね、ああいう風な露出の仕方になってるわけですね。こういうね、あの戦場山みたいなね、大山のああいう風な感じですね。だからこれは全部溶岩大地ですね。でこれはこの今ある谷はこれ削られて浸食されたね、谷ですね。なんかすごいな、向こう大きい山があるな。懐かしいな、昔来たことあるな。ここね、お酒屋さんがあるんですよ確か。何を酒造所だったかな。美味しいお酒でしたよね。え、席って何か、何とかの席、日本が席じゃなしに席っていう名前がついてたような気がするんですよね。非常にフルーティーなね、美味しいお酒になりましたね。現在時刻は9時46分になりました。ぼっちは夢の鶴橋、ここの九重町夢の釣り橋ですか、を目指して、現在進行中です。どっちなんやろ、釣り橋、これ右か、わからんな、なんかわからんな。ぐるぐるぐる回って、なんか元へ戻ってきましたね。結局ぐる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 回って、なんかひどいなこれ、いつまでたっても行き着かんや。これか、あ、やっと来た。もうぐる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 回って、結局何やったんやこれは。向こうから来たらすぐやったよね多分。これはひどかったな、これはひどかったな。
ちは今夢の吊り橋にいます。ここから、今からですね、大幹部を目指して、次のレムに入ります。よいしょ。ちょっとね、山の上にね、雲がかかってるのがね、難点ですけれども、今日ね、もう少しいい天気になるはずだったんですけどね。あ、やっぱり山並みやな、素晴らしい。はい、こっちは山並みハイウェイを走っています。はい、現在時刻は11時1分になりました。あー、素晴らしい素晴らしい、イヤッホー、素晴らしい。富士山頂上が森、素晴らしい。富士山です。まあ、温泉がいっぱいあるよね。湯気がいっぱい出てる。臭い、硫黄の匂いがする。だいぶね、日がね、少し差してきましたね。もうちょっとしたらね、綺麗なね、光量になってくるのではないかなと思いますけれども、だいぶね、霧がね、かかってたんで残念でしたけど、はい、だいぶ日が差してきましたね。はい、阿蘇山が見えますね。この下がずっと降りていって、大幹部はあの先の方ですけれども、何峠かな、九十山からね、なんとか峠をね、越えてきました。これ九十山の方ですね。この九十山からこの峠を越えて、この下のね、あの三角屋根のところ、あそこまで降りて、あそこからまっすぐ阿蘇山の向こうに走ってですね、大観峰のところへ行きます。阿蘇山のところへ、これは何ていうところやろ、大観峰行きたいんですよね。まず熊本、阿蘇、杖立、黒川温泉、大観峰はどっちなんでしょうね。まあ阿蘇九十、国立公園、まあいいでしょう。こっち行きましょう。やっぱりこれがなんか阿蘇という感じですね。すごいな、やっぱり雄大やな。あー、気持ちいい。青い空、白い雲と言いたいとこですが、残念ながら青い空、灰色の雲、冬枯れの景色。わあ、広い、すごーい、すごーい、やっほー。まあこれは、この雄大さはね、やっぱりここならではですね。これはね、北海道に次ぐあれやろな、雄大さやろな。大観峰、はい、これですね。300メートル先に大観峰行きますよ。ほほほ、軍団が、バイク軍団がいっぱい来てますね。はい、大観峰へ行きます。大観峰到着です。わあ、すごい、いやー、すごい、すごい、すごい、素晴らしい、すごーい、すごーい。はい、現在時刻は12時38分になりました。墓地は現在、阿蘇登山道を、走行中です。事故、
現在時刻は1時34分になりました。ぼっちは現在ゴーナカキャンプ場ですか。で、テントを設営しまして、もうチェックイン済ましてテント設営して1時半という時間です。はい、今からですね、阿蘇の草千里とか阿蘇山の方へですね行ってみようと思います。そして阿蘇山観光終わったらですね、お風呂と買い物ですね、お風呂と買い物に行こうと思います。わー、素晴らしい。おー、牛がいっぱい。やっほー、うわー、すごい。来たぞ素晴らしい。やっぱりすごい綺麗ですね。なんとめっちゃ綺麗ですね。うわー、やっぱり阿蘇は雄大やな。素晴らしい。うわー、牛がいっぱいおる。おー、素晴らしい。やっほー、すごい。よかった、天気が良くなってきました。神様見放してない。うわー、なんかススキの方がね、ビロードみたいな感じでね、逆光になった時ね、綺麗ですね。カメラのね、この視線から、まあ、逆光でね、ちょうどこの真正面あたりね、ススキがね、ビロードのようにね、見えますね。来たぞ来たぞ。イエーイ、素晴らしい。なんという絶景でしょう。ちょうどね、テント張ったらね、おい牛さんこんにちは。はい、テント張ったらね、晴れてきましたよ。やったー、日頃の行いが報われたんじゃ。ねえ、日頃の行いが報われたんやと思う。わーい、わー、すごい。中だけ上がれるんかな今日。やっぱりすごいね、やっぱり阿蘇山すごいわ。すごーい、素晴らしい。もう素晴らしいしか出ない。もう語彙力ないな。はい、こんにちは。イエーイ、こんにちは。はーい、みんなハイになってるよね絶対。やっほー、すごーい。あ、この米塚のとこなんかすごいね、ふにゃふにゃっとなんかいっぱい出てますよ。よいしょ、あ、すごい。もうこの火山のね、独特のこの風景。あ、すごい、あ、すごい。3時に降りてきて、それから温泉行って、そしてちょっと買い物して降りてくる。草千里じゃ。うわ、草千里じゃ。すごーい。阿蘇の中岳、観光ですね。煙が出てますね。あ、やったー。立ち入り禁止になっとんな。阿蘇山は入山禁止でした。綺麗な天気になってきたんですけどね、残念ながら火口にはね上がれませんでしたね。なんか行けそうな感じなんやけどね、残念ながらここに上がれませんから、草千里行ってご飯食べようかな。もうお腹空いて、でそれからお風呂行ってね、お風呂ちょっとじっくり入ってね行きましょうかね。じゃあ、草さんバイバイ。